直す時間がないって思って焦って「すみません」だったのであれにしました。しかも変なフィルターかけてます、ごめんなさい。こんにちは、ヤホです、ヤホです。本当にボソボソなんです、前髪も何もしてなくてごめんなさいね。こっちもボソボソだから、いや、サラは見に来てもらってるのでね、ちょっと申し訳ないです、本当にごめんなさい。アジなんて、アジハーゲンダッツ食べました。同じ服でもおしゃれに見える人とダサく見える人の違いって、同じ服でもそんなことあるの、何なんですかね。何なんだろう、立ち振る舞いかな、姿勢とかかな。やばい、落ちてきちゃった、本当にごめんなさい、ボサボサなんです、贅沢。ハーゲンダッツ好きなんです、よく食べますよ。こんばんは、こんばんは、今日特にかわいくないよ、かわいくないよ。かくゆちゃん、あきだね、ありがとう。んー、え、サラあれが食べたい、みたらし団子、それかな新作って。だけど今日はね、みたらし団子じゃなくてあれなんよね、あのみたらし団子じゃなくて、あのなんだっけ、なんでしたっけ、あのその格好で走ったんじゃないよ、あのあれ、クッキン&クリーム食べました。しゅんちゃんかわいい、ありがとう。これはサウナスーツじゃないですよ。こんばんは、こんばんは。サンドされてるやつ私食べたことないんです、食べたいね。生チョコガトーショコラも食べたことないよ。こんばんは、こんばんは。スポーティーサーちゃんかわいい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。なので今日はね、15分で配信を終わりたいと思います。こんばんは。サーちゃん走るの早そう、走るの遅い、遅い、めっちゃ遅いですよ。あのね、走るのは本当に 50m 走が9秒とか10秒とかそんくらい、本当に遅い。ビレッタさん、バラありがとう。今日も好きです、こんばんは、こんばんは。お疲れ様です、お疲れ様です。てちさんが宣伝してたんだ、見たことないや。こんばんは。鬼ごっこ強そう、めっちゃ遅いよ鬼ごっこ、めっちゃ鬼ごっこに遅いというか苦手ですよ本当に。広島に行く、どこだ、どこだろう。かくれんぼ、かくれんぼは、かくれんぼはそうだな、かくれんぼはね、やった記憶があんまりないけど、
なんか得意な気がする、わからないね。鈴木愛さんが武道館ライブしてました、見たかったなって思ってます。すごいよね。秋真麻もみじありがとう。しみっちゃんお疲れ様、お疲れ様です。スノーパーカースタジオほんま？ほんま？答えたくないならいいんやけど、あそうごめんなさい、答えたくなくないですよ全然。昨日のツイートはあの事情があって、あのマネージャーさんにあれ、あその事情っていうのは全くあれですよ全くあの今回の件とかとは全く関係ないんですけど、あれあの写真があれダメで消しました、マネージャーさんが消しました。でも全然本当に答えたくないとかじゃなくて、まあまああれですよ今度言いますよまああでも簡単に言うと服があれでした、公開前だったのでまだそのそうあの衣装が、衣装じゃないんだけどその服が別に STU の衣装とかではないんですけど、まだあれだったので公開前だったので削除されちゃったってだけです。こんばんは。なのでまた公開されたらあげようと思います、全く同じ写真を。そうただそれだけです、ごめんなさいね。こんばんは、こんばんは。セクシーすぎる、え多分あんまりセクシーじゃないかも、なんかどんな服だったかね、あんまり細かく覚えてないけど多分あんまりセクシーじゃない。そうありがとう、そう公開前だったのでってことです。こんばんはフル、こんばんはフル。子供さんほんまどうなんだろう、子供かな、どうだろう。そう私服じゃないですよあれあれは私服じゃないですよ、だから皆さんツイッターにあげないでください、保存してても。たむたむさんお疲れありがとう、たむたむさんかわいいありがとう。そう写真楽しみにしててください。焼肉の締め、えラーメン食べないかも、食べないですよ。サラは焼肉行ったらなんかそんなサイドメニュー食べないかも。あどうしたの、消さなくていいですよマジか。こんばんは、昨日の筋トレの筋肉痛大丈夫、うん大丈夫だった。いつもあれ、いつもあれなんですよ、動いてたから多分大丈夫だったトップガの候補に入ってたから危なかった。ありがとうございます。また上がったらしてくださいぜひ。そうかも、デザートかもしれない、デザート食べるサラも。この前は最近行ったのはね、何食べたかな、デザート食べました。沖縄締めにステーキだし、ほう締めにステーキか、そんなのあるんだ、締めにステーキ。じゃあ本当にメインはじゃあサラダとかじゃないとお腹いっぱいになっちゃいますね。焼肉出てるお好み焼きがいいなって、普通にアイス、ね、アイス食べるサラも。ツイッターでコメしたよありがとう。サラちゃんまだ若いから大丈夫やろ、大人がちいると1週間続いてる、本当に1週間はないよ筋肉痛ないな。今日は髪の毛、あこれフィルターかかってます。そんな飲んだ後の締めがステーキ、すごいねカロリー爆弾だこんばんは、こんばんは。こんばんは、おはようございました、こんばんは。
帰ったの。うん、ちょっと前に帰った。それでボサボサだったので、今日はこんな感じで、なんて言うんだろう、こんな感じでちょっと髪もお洋服もボサボサ。何キロなんかね、走ったり歩いたりしてるから何キロとかわかんないけど、行くとき行ったときはどれぐらいだろうな、まあ、あんまりじゃけど7とかかな。え、今日はわかんないけど、なんか走ったり歩いたりしてるから、なんか走ったのは多分少ないと思う。半分くらいかな。こんばんは。起きるだけで叫ぶ痛み、どういうことだ起きる、そんな痛みに人生でなったことがないかもしれない。人生でならないや。こんばんは、こんばんは。手、汗出すために厚着してるの。うん、これはただなんか黒の方が顔があんまり映らないから、今日はすっぴんだったので黒い服で白飛びしようかなって思いました。顔を白飛びさせてちょっとあんまり鮮明に映らないようにしようかなって思いました。俺も毎日ウォーキングは痩せんからやめた。そうなんだ、ウォーキング痩せないんだ。そうなんだ。皇居2周できるって。皇居ね、でもなんかね、最近あれ見たよ、皇居じゃないけど最高裁判所見ました。なんかあやパンが興奮してたなんかあやパンがね、タクシー乗ってたらね、すごい、あれ最高裁判所だよみたいなめっちゃ言ってたそうなの。なんかね、わかんない、なんかね、人生でね、なんかないんですよ、筋肉痛も足つぼも痛くならないんです。こんばんは、こんばんは、こんばんは。また来ました、ありがとう。チュチュチュルルル。うん、東京、それは東京のやつ本当のやつで、あやパンがめっちゃ興奮してた。衆議院選挙の立候補期間ぜひ皆さんどうぞお願いします、立候補してください。こんばんは、こんばんは。いや、タクシーから見えただけですよ、全然入ってないですよ。東京に行ったの言っていいやつ。あ、でもそれあれですよ、なんかなんだっけな、多分カップリングのレコーディングとかだったので言ってもいいと思います。こんばんは。そう、カップリングのレコーディングだったよ、本当に絶対そうだこんばん、前の、そうそう、今日の話とかじゃない、ないですよ。登壇したらどうしよう、登壇したらサラファンっていうことを公言しましょう、日本全体に。終わった、終わってないよ、歌唱力。こんばんは武道館とか国会議事堂、見れてないかも、全然見れてないかも。こんばんは、はあ、ごめんなさい、ごめんなさい、通知をしちゃいました、ごめんなさい。配信中に通知が来てパッて消そうと思ったら、消そうと思ったらアプリ飛んじゃいました、ごめんなさい。こんばんは